ってね、逆にチャンスだと思うんですよ。でまた再びスタートラインに立って、ランニングだけじゃなくてスポーツ文化っていうものが人類にとって果たして本当に重要なものなのか必要なものなのかということをこの機に考えなさいというふうに、まあ、神様っていう言い方はあれですけど言われてるような気がしまして、で必要だったら必要なものだけ、芯が残って続いていくでしょうし、コロナ禍でステイホームで走り始めた人ってスポーツだと思ってないと思うんです。本当にもういても立ってもやらなくて家の中でじっとしてたらもう気が狂いそうになって、ね、だから外で走ってもいいんだってことで走り始めたって、スポーツ、今の狭い意味でのスポーツではないじゃないですか。ではない、うん、生きる一つのもうねあがきみたいな感じで走り始めてるわけじゃないですか。ここがコロナ禍でも、金さんが日々走ってらっしゃる。そうですね、走ってました。どんなこと考えながら走ってました？いや、まあ走ってる時は無心になれるから、はい、幸せを感じますよね。あ、それはもうずっと走られてた金さんでも改めて、もうだって走るたびにそういうものじゃないですか。あ、ね、こうやって落ち葉踏みしめせ、ね、走れるとか、はい、気持ちがいいし、選手の時はもちろん毎日走ってましたけど、ね、市民ランナーになっては毎日走ってなかったので、あ、毎日走って体にいいなって改めて気づきました。こういうピンチ、コロナになっても、もちろん大変でした、はい、自分自身もね本当にステイホームで大変な思いしましたけど、こういう時ってね逆にチャンスだと思うんですよ。株だって底値で買うじゃないですか、成功する人は。規定路線しか思いつかなければそれはもうね、ネガティブなことが起きれば大変なことでしょうけど、逆にこういう皆さんがこう落ち込んでる時っていうのは何かこう新しいアイデアとか出せる機会でもあるんですよね、うん、チャンスなんですよ実は。どう変わってきますかね2021年は。2021年ね、まあワクチンの普及によって、少しずつ今までの大会が戻ってくる前は、はい、でその戻ってくる中で、まあ、本当に各大会私もいろいろ関わってますので直接お話を したりしますけど、本当にこう試行錯誤していろんな工夫もし、前よりも実はすごくいいレースとして再開するところもあると思います。まあね、それまでが例えば映像ステーションがもう一番売りだったりする大会もあるじゃないですか、でもそこの部分はちょっと無理かもしれないけど、その分を何かで、補填しようとする、はい、この応援の仕方が変わったりとかコース設計が変わったりとか、でまあ、確かに江戸は前みたいに生ものは出なくなったけど、なんか加工してるけど美味しいじゃんみたいな、そういうのもひょっとしたら農産物とかの出し方の工夫もあるかもしれないし、だからよりこう一回沈んでできなかったから沈んだんだけど、その試行錯誤ってやっぱエネルギーじゃないですか、そのエネルギーがよりよく大会を変えていく、レースがいくつか出てくると思いますね。都市型の東京マラソン的な、はい、1万人規模以上の大会にエリートランナーっていうのは感じてなかったストレスだと思うんですけど、パーンとなってからスタート地点に行くまでに、ものすごい時間がかかって、今試験的に行われているトライアルマラソンのウェーブスタートがものすごく気持ちがいいって言うんですよ。ああ、そうですね、ランナーのストレスの一番ですからね、はいはい、混雑、スタート時の混雑って、はい、それが実はコロナのウェーブによってなくなるってことは大きな進化じゃないですか。それでそれが無事できて、まあ、8月なパラも終わって9月終われば、まあ、オリンピックできれば
元に戻りますよ、うんうん、全てはすね、いろんなイベントも、まあさっき申し上げたように形はいろいろ変わると思う、変わると思いますけど、うん、変わった中でまた再びスタートラインに立って、君のような皆さんと一緒に走り、でフィニッシュの感動を味わい、終わって美味しいビールを飲むそういう時にまたね戻れるのを楽しみにしてますね。